はい、皆さんこんにちは、アシスです。トイックです。じゃあね、今日もアルバイトして女の子に貢ぐ作業が始まるわけです。素晴らしい生活だ。しょうがない。じゃあね、1週間バイトにしましょう。例によってね、何が得かな。あ、まずもう交通量じゃん。交通量やりましょう。あ、ほら熟練度あるからな、これ。あー、そういうことね。同じバイトでもやり続けるとちょっと変わっていく。やり続けましょう、下っ端スタッフ。さあ、これで2万9000円稼ぎました。うん、いいね。今んとこプラマイゼロくらいっていうか、むしろプラスに傾いてるくらいなんで、うん、まあありなのかな、このくらいお金使うのも。うん、知ってるか。うん、知らないんだけど、東京のどこかにピュアな人間しか入れないクラブがあるし、なんだっけ、確かドリクラなんとかって店名、まあエスパだけど、それが本当なら可愛い子ちゃんにキャフキャフしてほしいよな。探し出してやるで。お前はピュアじゃないからダメだ。かわいそうに。じゃあね、よし、ドリームクラブ行きましょう。そういえばカメラデータってあるけど、あれなのかな、そのうちカメラが撮れるようになるのかな。いらっしゃいませ。なるなる。ようこそ。あ、かわいい。受付の声をキャンセルしてしまった。まあしょうがない。今日は何をしようか。はい、会社だな。コインを入れるドリガチャを選んでください。そうだよ、3種類あるって話だっただろう。課金廃止になるぞ。ここ選べない。コインを入れる。まだないのかな。じゃあ引く。ああ、大当たりを引こう。 OK。 いやー、大当たり大当たり。アフター1回とか。それは自力でなんとかしようぞ。これルールで学んだ。右クリック連打。うわぁ、連打じゃねえ。右連打じゃない、回転ね。俺さぁ、まぁ、おいさましかなんかだった気がする。俺確かにお先弱いけどさぁ、古代グマ。まぁ、あ、後で効果見てみよう。いらないんだが、ぼったくりや。受付さんはいつもその髪型なの？はい、動きやすいのでとても気に入っています。めっちゃ好き、かわいい。着ているのは建前でして、実は他の髪型にしたことがありません。お、そうなんだ。大丈夫、かわいいからいろんな髪型似合うよ。何回も話しかけようとするなよ。今度うちの店来な。どの女の子とご一緒されますか？お、おやすみ。へえ、そういうことがあるって。そういえばね、ちりちゃんも23日だっけ、お休みだって言ってましたね。ご指名はちりさんですね。もちろんでございます。かしこまりました。かしこまり。女の子のコスチュームにご指定はありますか？ちょっとね、これね、今まだないんでね、指定しないで行きましょう。かしこまりました。あれですね、プレゼントしなきゃいけないということでね、多分。そう、今回はね、俺の記憶が確かなるわ。今回はね、もう速攻プレゼントしていきましょう、速攻。あ、シゲ、なんか今シゲについて出てたぞ。シゲですにゃ、いつもご指名ありがとうございますにゃ。いえいえ、今日も楽しくお話ししましょうにゃ。しましょうにゃ。にゃ、ボトルが残ってますにゃ。今ご用意しますにゃ。あれ、ありがとう。待っててくださいにゃ。前回ちゃんと飲めなかったからな。確かに前回一口も飲まなかったからな、2杯目。ああ、そうだね。一応ね、チリちゃん日本酒好きだって言ってたから、先週と同じになってしまうけど、まあ日本酒にしましょうか。一応ね、大吟醸があるぞ。いろんな種類があるんだけどね、大吟醸、大吟醸高いから日本酒で。ひでえ。大丈夫、1週間経ったら前に何頼んだかなんて覚えてないよ。はい、乾杯にゃ。気使ってやれよ。俺日本酒とか普段全然飲まないからね、てかアルコール全然飲まないからね。うん、そしたらプレゼントしましょう。これシラフの時に渡して大丈夫かな。グッと来ないだろう。喜ぶだろう。いろんなものを、これ俺がつけたいんだけど。お前は何を見そかさそうって言うんだ。主に胸とか。プレゼントしちゃう。俺つけ、いやー、まあプレゼントしようか。これ俺のたまたまが見つかされちゃう。前は何を言ってるんだ。ありがとうですよ。あー、これそっけない、そっけない、入ってない。いや、ダメだよ、やっぱり似合わないと思ったもん。今のメガネは今日休んでた、なんだっけ、オオカちゃんだっけ。
いやもう初めからメガネしてなかったかあの子あの子とかがやっぱ似合うと思うね。メガネはメガネはやめてやる。にゃん、やっぱ俺が見透かせるメガネを。おーっと、にゃんにゃんにゃん、怒られたぞ。ご機嫌だね。あ、そういえば4月だったね。日向ぼっこ縁側でね。あ、先輩、お花見しにゃ。お、いいねいいね、行こう行こう。おお、何この突発イベント。ぐいぐい押してくるな。すごいこの子、楽しみにしてるよ。うわ、めっちゃ楽しみ。お、なんか光った、なんか星が出た。星取った。あ、酔ってきた。酔ってるな。あれ、もう飲み物がない。いやだからこれはね、サービスドリンク。酔うの早えな。これね、まあ、優しいにゃ先輩、優しい先輩はサービスドリンクゼロよ、頼むにゃ。ドリームカクテルヘルじゃないのか。いや、酔いつぶして持ち帰ろうなんてね、そんなどっかのサークルみたいなことはしないよ俺は。ほらほら。いやでもね、早く酔ってくれる方がお金かかんなくて嬉しいわ。しずは飯食わないの。あー、ご飯。めっちゃ胸見られてるって分かってるな、相手。さすがね。そういえばね、なんか女性はね、バレるらしいね、男性の視線。じゃあおつまみか、カラオケしてもらうってのもあるよ。どっから行くか。じゃあとりあえず、ご飯一番安い。いや、バナナの楽しみは、バナナの楽しみはまだ取っとく。まあまだ取っといていいんじゃない。まあ順番だね。安いのからまず順番頼んでいこう。今日はナッツで。また旅がないのがね、残念だけど。また旅あったらやだろ。でもナッツと日本酒ってどうなんだ。俺は詳しくないけど、なんか違うんじゃないのか。あ、食べてる食べてる、美味しいかな。たっけえナッツだな。じゃあそしたら、胸を見てじゃなくて、あれだ、欲を丸出した。カラオケしてよ。釣れないにゃ。基本好感度低いと断られる印象あるな、これ。釣れないにゃー。マジかマジか。そしたら会話をしましょう。そうだな。仕事楽しい。出身地は、あ、こう、うわ、休みの日何してる。ね、出身地か仕事どっちか迷うな。ちょっとね、出身地も聞きたいけど、仕事楽しい。いやでも出身地聞いてみよう。俺なんかまた旅的な変な答えしてくる気がする。ほう。ねえ、チーの出身地ってどこなの。北の方にゃ。ざっくり、ざっくりだね。うん、北ってどこ、何県なの。土佐ってどこ。高知ってどこ。北ではないだろ。わからない、俺高知がどこにあるかわかんねえ。こら、砂？鳥取？北じゃなくて中国、四国地方？鳥取ってどこだよお前。いや、中国、四国地方って言ってるだろ。岩？岩手？岩？あにゃ、あ、そうにゃ、岩手にゃ。そんな忘れる？酔いすぎじゃないか。結構まともな答え書いてきたね。確かにね。なんかさ、コリン星から来たにゃみたいなこと言うのかと思ったわ。普通に岩手って言われて酔ってるから出てこなかったんじゃん。あー、なるほどね。うん、シラフの時に聞けばよかった。あ、俺もですよ。お前もほんと今の会話から分かるように地理苦手だもん。いや、ほんとね、トイックはね、よくご存知かと思うんですけどね、俺ね、マジでね、日本の県名ね、10個くらいしか言えないよね。最低だ。海外の方が言える。あ、チリなのにね。あ、そういうこと。ごめん、そのツッコミ俺できなかった。
あにゃん。あれ気づいてもらえない。忘れるにゃん。いい子だ。おにゃ、もう降りた。早い、時間が経つの。どうするにゃ。延長してみる。シスまだ酔ってすらいないしな。じゃあちょっと初延長してみましょう。ありがとうにゃ。せっかくねお花見にも誘われたし。よろしくにゃ。いいねいいね。じゃあ俺も酔っちゃおう。なんだなんか始まった。 ETS ETC みたいな。あれ止まった。お前第1回の時も同じこと言ったぞ。すまん。先輩先輩、G は勉強したにゃ。何かな、男の子の扱いについてかな、それともたまたまの扱いについてかな。おいそういうキャラだけどな。で、どんな勉強したの？人の営みについてのビデオを見たにゃ。あのね、それで、ね、世間一般ではね、AV って言うんだな。まあ何を見たかまだ分かってないだろう。だから絶対男の人と女の人が。割とストレートだった。それはね、そう、人の営みって言ってね、みんな普通にやることなんだよ、ちいちゃん。エープ。確かに誰にも、俺プレゼントしてないけど。パパにゃ、パパ公用ビデオって言ってたにゃ。わー、俺以外のパパか。先輩先輩、あれは一体何をしてたのかにゃ。この子純粋培養だぞ、気をつけろ。これはもしかして回答選べ的なことですか。うん、なんて言えばいい、愛の恋じゃなかったらスポーツとかわからないってごまかすか。プロレスです、プロレスです、プロレスです。何これ雰囲気。 ETS 状態だから、ね、うわー、まる。それはきっと愛の恋だね。愛、え、愛って何にゃ。え、愛を知らない。愛を知らない。漠然とした概念だからな。ラブ。あー、よくわからんにゃ。教えてあげよう。難しいにゃ。これは選択肢今のダメだったってことか。先輩、いや、合ってたよ。合ってた。ほどにね。俺が教えてやるよ。でもいろんなパパさんいるみたいだからな。エロいパパさんいたね、今。そういう、そのパパじゃないこといい。エロいパパさんがさ。あんまりドリンク飲んでないですにゃ。バレてるぞ、お前。してるのバレてる。歌ってくんないから。今日はダメって言われたからな。ああ、もうダメなのか。そしたら会話しよう。会話。全然会話できてないからね。そうだね。チーの好きなタイプは？うん、どんな男の子が好き？先輩にゃー。うわー、嬉しいこと言ってくれるなー。全体的って何にゃ？うん、優しい人が好きとか、かっこいい人が好きとか。チーは、うん、ちょっと週末バイトしてる場合じゃねえ。ちょっともっと観測とかさ、交通整理とかしてる場合じゃないぞ。交通観測か、交通量測定するよりはもっとあれだ、引っ越し業とかやろう。うん、筋力がつきそうだ。にゃ、男はガチュンにゃ。ちょっと俺プロテイン買ってくるわ。いや、お前それなりの運動してないと効果出ない。肉食男子さんが好きにゃ。だから先輩、誘われとる。全力で来いと。誘われとる。あ、終わっちゃった。うん、こんな時間だ、そろそろ帰らないと。おかえりにゃ、今日はありがとにゃ。ありがとにゃ。
わあ、かわいい。あ、ボトル残ってるにゃ。お店で取っておくにゃ。ありがとう。うまく残ったな、ボトル。いや、俺がもっと言わなきゃダメだったのかな。ん？いや、酔いは大丈夫。ETS 入ったから。あ、そういうこと？お、欲しい、欲しい、欲しい。すごい。さっきのやつじゃないの？そうだな。飲酒レベルがどんどん上がっていく。うわぁ、17,500円か。うわぁ、でもな。超5000だな。ちーちゃん可愛かったから、許す。っていう人がどんどんお金がなくなってやばい。ハマっている。これがドリクラ状態。そういうことだ。じゃあね、メール。人はいろいろにゃ。今日も会えて嬉しかったですにゃ。ありがとうですにゃ。あ、どんどん覚えてく。どんどん覚えてく。物覚えがいいな。絵文字どんどん覚えんだな。うん、先輩、面白い参考用ビデオがあったら何にしようかな。どういう系がいいかな、ちーちゃんには。ほら先輩好きにゃ。いいビデオがあればね。これすぐ来るよね。あ、来ない。選択肢ミスったっぽいな。あー、いや、上だったな。まあ上だったかもね。ちょっと今欲望に任せすぎてしまったわ。ビデオっていう単語最低だよし、そしたらデートに行けるのか。むしろそれにしか行けない。ハートマークついてる。行かざるを得ない。いや、行かざるを得ないとか。もう行くよ行くよ。超空いてるし。なんだこれ。うん、血ついたよと。いい場所です。すごい。お前できるよ。お前シス、うわー、わあ！わあ！原始服だ。超いい、超かわいい。なんか胸ちょっとあの丸い隙間からさらに見える。超いい。ほら。ポーズが。ああ、かわいい。かわいい。ちょっと落ち着け。かわいい。気に入った？うわぁ、こんなこと週末遊びに行けんのかよ。マジかよ。こんなに花がいい感じに桜花見できる場所で人がいないっていうのもすげえな。マジかよ。花なんかもうどうでもいい。いや、でもこの花があるからこそちーちゃんと一緒にここに来れたっていうね。うわぁ、超かわいいんだけど。なにこれ、天使か。生きててよかった。うわ、マジか。マジか。見たぞきっと。マジか。何の弁当？超嬉しいんだけど。もう補習？三段中。わ、すごい。調子力高いぞ。すごい。開けていい？もちろんですにゃ。オープン。おー、いいよ。俺魚好き、魚好き。サバいいね。サバはね、何にして焼いても美味しいし、味噌煮にしても美味しいし、生で入ってんじゃん。いい魚ですよ。え、ほら、あ、刺身、刺身ね。サバの刺身ね。確かにね、刺身も美味しいと思うよ。で、2段目がキスさんです。あー、キスね。キスキス、おしゃれな料理、おしゃれなお魚選んでくるわ。キスなんてね、まあ本当に普段食べないけどね。そうだな。あ、刺身ね、刺身ね。分かってる分かってる。キスは刺身食うのが一番美味しいんだって。あー、そうなんだ、知らなかったよ。そしてそして、最後はなんと、いや、桜台さんこと真鯛さんですにゃ。真鯛かー。テレビで横綱昇進と。うわ、え、そういうこと。超でかくない？やばいな。わあ、やった、美味しそう。ありがとう。どうやって食う？お醤油かけてやっぱ食べようか。食べてにゃ、食べてにゃ。うん、この端っこのは？いや、それは付き合わせのポテトサラダですにゃ。逃げ道が用意されたぞ。生魚の付け合わせにポテサラ。
彩りに色がないポテトサラダを選ぶっていうなかなかの彩りだな。でもこれな、いやいやいや、マダイ食べよう、マダイ。うわー、どんな、俺最悪だよ俺。いや、そうでしたかね。いや、好きだよ好きだよ。あー、雰囲気悪くなった。うわー、おっぱい揺れてる。おっぱい揺れてる。お前もって誠意を持って対応しろ。ポテサラダ、いや魚食べるよ俺。俺食べ、一緒に食べようよ。うわー、落ち込んじゃった。うん、本当にグッドチョイスだよ。よかったにゃ。ポテトサラダ好きな人になっちゃう。俺の対応最悪だなこれ。いやでもちいちゃんがね、こう喜んでくれるってよかったな。んとかね、いい子だったね。うん、既製品だからね。よかったにゃ。僕普段何食ってんだろうな。マダイ。生で食ってる。どう？グッドテイスト。いやー、それでいい食べ方教えてあげるよ。醤油とね、わさびをつけて食べると美味しいよ。さらに次回は俺が醤油とわさび持ってくるよ。大事にしてね。すごい心配されてんな。ごちそうさま。生さ、あ、全部食べたんだ。俺が食べなかったから。一人で3匹食ったのか。ん、チー、ほっぺに、あー、なんかイベントが、イベントが。なんだこれ。嘘、あ、俺ご飯じゃねえ。ほっぺにご飯粒がじゃないの、ほっぺに鱗がついてるよって。こんなことある？まあ、生で食ってるからな。まあてか鱗取ろうよ、鱗ぐらい。おろすよ、俺がおろすよ。鱗はさすがにね、ちょっとね。ああ、取ってあげるよ、イベント来た。あ、なにこれ、取ってやるよちゃんと。お前最低だ。鱗取れよ。迷わず行ったら。ごめんごめんごめん、ちょっとそこにも鱗が。楽しい。勝ってないよ。楽しい。やっぱり春は祭りの季節にゃ。あ、わかるね。パパが言ってたにゃ、春だ、満開、発情祭り。君のパパは一体何を。春ですね。パパ6回ほど教えてね。またお店でお会いします。まあ絶対行くわ。じゃあまたお店で。わあ、俺人生でこんな有意義な週末過ごしたことない。ひどいな、ひどい週末だったようにしか見えんだが。最高だ。僕悔いはない。死んでも、いつ死んでもいい。まだ仲良くなってる途中だろう。お花見楽しかったにゃ。先輩今日はありがとうですね。その顔文字アイコン良くないぞあれ。お花も綺麗でとっても楽しかったですにゃ。でもでも先輩がお魚さんが嫌いとは知りませんでしたにゃ。好き嫌いはダメですにゃよ。まあ寝てるし。また先輩とお出かけしたいにゃ。じゃあまたお店でお会いしましょうにゃ。いやー、よかったよかったですね。主人公がどんどん変態になっていく。いや、そんなことない。今紳士だったね。あ、そういえば模様替えとかできるのかな。まだアイテムがないからできないのかな。ガチャがない。ガチャで出るはず。あー、そういうことか。俺なんかさ、熊の井みたいなの手に入れたんだけど。所持品でそういえば見れたはずだぞ。あー、飲酒レベルが戻せるんだ。なるほどね。これではじゃ将来的に飲酒レベルが上がったときにこれを使うとちょっと節約になるのかな、お金を。うん、
まあいいアイテムだったと信じましょう。ちょっとあのメガネはちょっと残念だったけどね。あ、メガネつけられるのかな、見てみるか。ああ、できるはずだな。あ、わかったわかったわかった、着替えっていうのがある。あ、そっか、押さないちゃんと着られてるかな。マジか、アップしてくれよ、アップ。マジか、これか。え、アップアップできない。顔、あ、メガネのところに合わせて。あれ、回せなかったっけ。あー、こういうことか、こういうことか、動かせる動かせる、そういうことだ。ちょっとメガネの形微妙っちゃ微妙だけど、まあせっかく手に入れたからね。よっしゃね、これ登録して次回はね、このメガネで行くことにしましょう。はい、というわけでね、今回はここまでにしましょうか。お、指摘ストアイリスト手に入れましたね。トロフィーがどんどん解放されてる。いやー、楽しかった。ではね、皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。